行くぞ。あれ？みんな動きにくそうだね。僕なんともないのに。そっか、君は浮いてるからリュウサの上でも平気なのね。いいよ。読めたぞ。みんなよく聞いてくれ。リュウサの上では人だけでなく魔物も。あ、そっか。動きづらいのは魔物も同じってことね。二人ともいい読みじゃな。どうぞ。みんな、リュウサの動きに注意して戦うのだぞ。わかったわ。リュウサの上を普通に歩ける靴があれば、作戦の幅が広がるんだから。確かに、そんな発明品があったら便利ね。時間ができたら考えてみようかしら。え？本当にできるかもしれないの？すごい！バリマ！さすがは研究所の所長さんね。バリマ！わかった。早っ！なるほどな。浮遊する魔物は竜砂の影響を受けない分素早く進んでくるのか。私も高く浮遊できれば。いや、やっぱり高いところはちょっと。いいわよ、爆裂剣を。そろそろ町の外の魔物も打ち止めか。最後まで気を抜かずに戦い抜くのじゃ。よろしくね。わかりました。この勝利、姫様に捧げます。